え2年前忠実を経験した男です彼女から子供はいらないしピルを飲むから生でしてほしいと言われ行為に及びました中絶の要因以外で今後彼女と共に過ごすことはできないかと思い私が環境を終わらせたいと伝えると中絶したことを掲示板に書く周りにふらすといった行為に及びます、えー、時にはまた生で行為を求めたりしますこのまま環境を終わらせていいのか彼女に対する心配や、えー、恐れを感じていますそもそも命を落とさせてしまった私は幸せになっていいのでしょうかまあ別にあなたが幸せになるかどうかは別に,好きに 考えればいいと思うんですけど、問題はそのもう彼女のことを好きじゃないんだと思うんですよね <laughs>。さっさと別れた方がいいですよ。ある程度好きだったら、まだその関係を取り持って幸せになる形を作り上げるのはいいかもしれないですけど、もうそのなんか脅されたり書かれるのが嫌だから続けてるっていうだけなのでで、時間が経てば経つほど。要求はどんどん大きくなりますよ。相手の女性も年を取ってくるから、結婚相手を見つけなきゃいけないし、そのなんか。じゃあお金が欲しいとか。なんかこんなもの買いたいとかってどんどん要求が大きくなるので早ければ早いほどいいです。 さささっさと逃げてくださいであの掲示板に書かれたりとか周りに言いふらされたりとかって、まあ、半年ぐらいはデメリットあるんですけど大体1年経つとほとんどみんな覚えてないのでそこら辺のなんかもう爆発していろいろ面倒くさいことになるっていうのも受け入れて覚悟した上で別れちゃった方が安全なんじゃないかな安全とか楽なんじゃないかなと思います。<music>